動画ファンポッドキャスト朗読シリーズ第1弾、今月ね、新見南吉。1、これは私が小さい時に村の茂平というおじいさんから聞いた話です。昔は私たちの村の近くの中山というところに小さなお城があって、中山様というお殿様がおられたそうです。その中山から少し離れた山の中にゴン狐という狐がいました。ゴンは一人ぼっちの小狐で、シダのいっぱい茂った森の中に穴を掘って住んでいました。そして夜でも昼でもあたりの村へ出てきていたずらばかりしました。畑へ入って芋を掘り散らしたり、なたれ柄の干してあるのへ火をつけたり、百姓屋の裏手に吊るしてあるとんがらしをむしり取っていったり、いろんなことをしました。ある秋のことでした。2、3日雨が降り続いたその間、ゴンは外へも出られなくて穴の中にしゃがんでいました。雨が上がるとゴンはほっとして穴から這い出ました。空はカラッと晴れていて、モズの声がキンキン響いていました。ゴンは村の小川の包みまで出てきました。あたりのすすきの方はまだ雨の雫が光っていました。川はいつもは水害が少ないのですが、3日もの雨で水がどっと増していました。ただの時は水に浸かることのない川べりのすすきや萩の株が黄色く濁った水に横倒しになって揉まれています。ゴンは川下の方へとぬかるみ道を歩いていきました。ふと見ると川の中に人がいて何かやっています。ゴンは見つからないようにそーっと草の深いところへ歩き寄って、そこからじっと覗いてみました。兵獣だなとゴンは思いました。兵獣はボロボロの黒い着物をまくし上げて、腰のところまで水に浸りながら魚を取る張り切りという綱を揺さぶっていました。鉢巻きをした顔の横っちょに丸い萩の葉が一枚、大きなほくろみたいにへばりついていました。しばらくすると兵獣は張り切り綱の一番後ろの袋のようになったところを水の中から持ち上げました。その中には芝の根や草の葉や腐った木切れなどがごちゃごちゃに入っていましたが、でもところどころ白いものがキラキラ光っています。それは太いうなぎの腹や大きなキスの腹でした。兵獣はビクの中へそのうなぎやキスをゴミと一緒にぶち込みました。そしてまた袋の口を縛って水の中へ入れました。兵獣はそれからビクを持って川から上がり、ビクを土手に置いといて何を探しにか川上の方へかけていきました。兵獣がいなくなるとゴンはぴょいっと草の中から飛び出してビクのそばへ駆けつけました。ちょいといたずらがしたくなったのです。ゴンはビクの中の魚をつかみ出しては張り切り綱のかかっているところより下手の川の中をめがけてポンポン投げ込みました。どの魚もドボンと音を立てながら濁った水の中へ潜り込みました。一番しまいに太いうなぎをつかみにかかりましたが、何しろぬるぬると滑り抜けるので手ではつかめません。ゴンはじれったくなって頭をビクの中に突っ込んでうなぎの頭を口にくわえました。うなぎはキュッといってゴンの首へ巻きつきました。その途端に兵獣が向こうから、うわぁぬすとぎつねめと怒鳴り立てました。ゴンはびっくりして飛び上がりました。うなぎを振り捨てて逃げようとしましたが、うなぎはゴンの首に巻きついたまま離れません。ゴンはそのまま横っ飛びに飛び出して一生懸命に逃げていきました。洞穴の近くのハンの木の下で振り返ってみましたが、兵獣は追っかけては来ませんでした。ゴンはほっとしてうなぎの頭を噛み砕き、やっと外して穴の外の草の葉の上に乗せておきました。2、10日ほど経ってゴンが弥助というお百姓の家の裏を通りかかりますと、そこの一軸の木の陰で弥助の家内がお歯黒をつけていました。鍛冶屋のしんべヱの家の裏を通るとしんべヱの家内が髪をすいていました。ゴンは、村に何かあるんだなと思いました。なんだろう、秋祭りかな。祭りなら太鼓や笛の音がしそうなものだ。それに第一、お宮に上りが立つはずだが、こんなことを考えながらやってきますと、いつの間にか表に赤い井戸のある兵獣の家の前へ来ました。その小さな壊れかけた家の中には大勢の人が集まっていました。
よそ行きの着物を着て腰に手ぬぐいを下げたりした女たちが表のかまどで火を焚いています。大きな鍋の中では何かぐずぐず煮えていました。ああ葬式だとゴンは思いました。教授の家の誰が死んだんだろう。お昼が過ぎるとゴンは村の墓地へ行って六地蔵さんの陰に隠れていました。いいお天気で遠く向こうにはお城の屋根瓦が光っています。墓地には彼岸花が赤い切れのように咲き続いていましたと村の方からカーンカーンと鐘が鳴ってきました。葬式の出る合図です。やがて白い着物を着た葬列の者たちがやってくるのがちらちら見え始めました。話し声も近くなりました。葬列は墓地へ入っていきました。人々が通った後には彼岸花が踏み折られていました。ゴンは伸び上がってみました。兵十が白い紙紐をつけて遺灰を捧げています。いつもは赤いさつまいもみたいな元気のいい顔が今日はなんだかしおれていました。はは、死んだのは兵十のお母だ。ゴンはそう思いながら頭を引っ込めました。その晩ゴンは穴の中で考えました。兵十のおっかあはどこについていて、うなぎが食べたいと言ったに違いない。それで兵十が張り切り綱を持ち出したんだ。ところがわしがいたずらをしてうなぎを取ってきてしまった。だから兵十はおっかあにうなぎを食べさせることができなかった。そのままおっかあは死んじゃったに違いない。ああうなぎが食べたい、うなぎが食べたいと思いながら死んだんだろう。ちょ、あんないたずらをしなければよかった。3、兵十が赤い井戸のところで麦を研いでいました。兵十は今までおっかあと二人きりで貧しい暮らしをしていたもので、おっかあが死んでしまってはもう一人ぼっちでした。俺と同じ一人ぼっちの兵十か。こちらの物置の後ろから見ていたゴンはそう思いました。ゴンは物置のそばを離れて向こうへ行きかけますと、どこかでイワシを売る声がします。イワシの安売りだーい、生きのいいイワシだーい。ゴンはその威勢のいい声のする方へ走っていきました。と安家のおかみさんが裏戸口からイワシをくれと言いました。イワシ売りはイワシのカゴを積んだ車を道端に置いて、ピカピカ光るイワシを両手で掴んで安家の家の中へ持って入りました。ゴンはその隙間にカゴの中から5、6匹のイワシをつかみ出して元来た方へ駆け出しました。そして兵十の家の裏口から家の中へイワシを投げ込んで穴へ向かって駆け戻りました。途中の坂の上で振り返ってみますと、兵十がまだ井戸のところで麦を研いでいるのが小さく見えました。ゴンはうなぎの償いにまず一ついいことをしたと思いました。次の日にはゴンは山で栗をどっさり拾って、それを抱えて兵十の家へ行きました。裏口から覗いてみますと、兵十は昼飯を食べかけて茶碗を持ったままぼんやりと考え込んでいました。変なことには兵十のほっぺたにかすり傷がついています。どうしたんだろうとゴンは思っていますと、兵十が独り言を言いました。一体誰がイワシなんか俺の家に放り込んでいったんだろう。おかげで俺は盗人と思われて、イワシ屋のやつにひどい目に遭わされて、とブツブツ言っています。ゴンはこれはしまったと思いました。かわいそうに兵十はイワシ屋にぶん殴られて、あんな傷までつけられたのか。ゴンはこう思いながらそっと物置の方へ回って、その入り口に栗を置いて帰りました。次の日もその次の日もゴンは栗を拾っては兵十の家へ持ってきてやりました。その次の日には栗ばかりでなく松茸も 2,3 本持っていきました。4、月のいい晩でした。ゴンはブラブラ遊びに出かけました。中山様のお城の下を通って少し行くと、細い道の向こうから誰か来るようです。話し声が聞こえます。チンチロリーンと松虫が鳴いています。ゴンは道の片側に隠れてじっとしていました。話し声はだんだん近くなりました。それは兵十とカスケというお百姓でした。そうそう、なあカスケと兵十が言いました。あん、俺はこの頃とても不思議なことがあるんだ。何が？おっかあが死んでからは誰だか知らんが、俺に栗や松茸なんかを毎日毎日くれるんだよ。ふーん、誰が？それがわからんのだよ。俺の知らんうちに置いていくんだ。ゴンは二人の後をつけていきました。本当かい？本当だと思う。
嘘と思うなら明日見に来いよ。その栗を見せてやるよ。へえ、変なこともあるもんだな。それなり二人は黙って歩いていきました。カスケがひょいと後ろを見ました。ゴンはビクッとして小さくなって立ち止まりました。カスケはゴンに気がつかないでそのままさっさと歩きました。吉兵衛というお百姓の家まで来ると二人はそこへ入っていきました。ポン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 と木手の音がしています。窓の障子に明かりがさしていて大きな坊主頭が映って動いていました。ゴンはお念仏があるんだなと思いながら井戸のそばにしゃがんでいました。しばらくするとまた3人ほど人が連れ立って吉兵衛の家に入っていきました。お経を読む声が聞こえてきました。ゴンはお念仏が済むので井戸のそばにしゃがんでいました。教授とカスケはまた一緒に帰っていきます。ゴンは二人の話を聞こうと思ってついていきました。教授の影をふにふに見ていました。お城の前まで来た時カスケが言い出しました。さっきの話はきっとそりゃ神様の仕業だぞ。え？と教授はびっくりしてカスケの顔を見ました。俺はあれからずっと考えていたんだがどうもそりゃ人間じゃない、神様だ。神様がお前がたった一人になったのを哀れに思わしゃっていろんなものを恵んでくださるんだよ。そうかな。そうだとも。だから毎日神様にお礼を言うがいいよ。うん。ゴンはへえ、こいつはつまらないなと思いました。俺が栗や松茸を持って行ってやるのにその俺にはお礼を言わないで神様にお礼を言うんじゃ俺は引き合わないな。6。その明くる日もゴンは栗を持って教授の家に立てました。教授は物置で縄をなっていました。それでゴンは家の裏口からこっそり中へ入りました。その時教授はふと顔を上げました。と狐が家の中へ入ったではありませんか。こないだうなぎを盗みやがったあのゴン狐がまたいたずらをしに来たな。よーし。教授は立ち上がって納屋にかけてある火縄銃を取って火薬を詰めました。そして足音を忍ばせて近寄って今戸口を出ようとするゴンをドンと撃ちました。ゴンはパタリと倒れました。教授は駆け寄ってきました。家の中を見ると土間に栗が固めて置いてあるのが目につきました。おや？と教授はびっくりしてゴンに目を落としました。ゴン、お前だったのか、いつも栗をくれたのは。ゴンはぐったりと目をつぶったままうなずきました。兵獣は火縄銃をバタリと取り落としました。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。